今日はな、今日はね、今日はちょっと元気ないねん。なんか元気のない時って、前はなんかビデオをもうやらないっていうか、元気が出るまでビデオをやらないみたいな感じで今までやってきてんけど、まあその今回その30日ぐらい、もうすぐ30日、なんか27、28日目ぐらいやと思うねんけど、すっぴんでこうやってビデオを始めて、でまあそのなんていうか、自分的にゴールとしてはこうありのままの自分でもうそのままでいいですよっていうのを自分で受け入れたくて、自分のために始めたようなもんやから、だからそんでまあいろんな人にこうなんか自分が喋る内容でいろいろ聞いてもらえて、すごい嬉しいなと思って、なんかずっと続けてきてたんやけど、自分の私な、幼稚園の時に転んで額をセメントで割ったことがあって、ここに顔傷あんだよな、あの眉毛のところに傷あんだよな。でこう眉毛の形がまあ左右対称じゃないわけよねんけど、ここ生えてけへんねん眉毛ねんけど、まあその眉毛をすっぴんでそのビデオやってるから、こうなんやろ、こう眉毛の形をもうちょっとなんとかした方がいいんじゃないですかっていうのを、まあ言われて、でその人は多分その悪意があって言ったわけじゃないと思うねんけど、うち結構それは小さい時からすごい気にしてて、こうやっぱ顔のしかも結構目立つところにあるもんやから結構気にしてて、でなんかでもほらそれをほら化粧でこうなんとか埋めたりとかしてさ、なんとかしてこうやってきたんやけど、なんかこう昔なんか人がそういうことを言ったのがなんかトリガーっていうのがきっかけになって、なんやろな、うまいこと言われへんねんけど、こう例えばね、昔お付き合いした人がちょっとあんまりこう心のない人で、なんか喧嘩をした時になんか君が怒るとそこの眉毛の傷が目立って本当に醜いなみたいなこと言われたことがあって、なんかやっぱ自分でいろいろ気にしてるところをこうついてくるような人やったから、まあだから別れたんやけど、なんかいろいろそういうのがこう蘇ってきて、なんかねすごい今朝すごい悲しい気持ちになって、なんか泣いちゃったんですよねその今も泣いとるけど。でこういうのを出して別になんかみんなに同情してほしいとかなんかこう言うんじゃなくって、私が今日のビデオで言いたいのは、なんやろ、ほら YouTube って結構もうほらプロでやってはる人とかも多いじゃないですか。それこそそのヒカキンさんとかはじめ社長とか日本人の人もいるし、そのアメリカでもそのビューティーの人、クッキングの人って言っていろいろこうプロでやってはる人がすごい多いと思うんですよ。だからそういう人たちはもう仕事でやってはって、その編集とかもプロの人がいてはって、撮影だって撮影機材だって全然違うものを使ってるんですけど、うちは言うとかってこれでなんかその生活が立てれるほど収益をもらってるわけじゃないし、このなんかビデオ出した時に多分見張ったと思うけど、なんかそんなに言うたらなんかガバガバ稼いでてもこういう札束で仰げるぐらいのっていうのは全然ないんですよ。本当にその日の食費の足しになるからぐらいで、なんか自分が好きで、で見てくれる人が楽しいって言ってくれるからやってるとこがあるんですけど、なんかね YouTube を見てる人ってその無料でテレビ以外で無料で提供されるなんていうのかな、こうエンターテインメントに慣れすぎて、その向こうにいる人が普通のおばちゃんとかお姉ちゃんとかおばあちゃんとか、まあ、おっちゃんでもお兄ちゃんでもいいけど、が自分の勇気を振り絞ってカメラとか携帯とかを出してきて、しかも顔を出してる人は自分のそれを晒してるわけじゃないですか、インターネットに。でなんかそのすごい勇気を出してプロじゃないんですけど、なんか自分のなんか言ったこととかなんか発信するコンテンツが誰かの役に立ったらいいなと思って、みんな基本的にやってるところがあると思うんですよ。それとかまあその趣味でなんか自分がずっとやってるこう好きなことがあって、なんかそれをこう発信したいとかいうのもあると思うんですけど、一応配偶者旦那が英語を喋る人やから、こうたまにこううち日本語で普段やってるから見てくれる人日本人の人が多いんやと思うんですけど、こう旦那が英語で喋ってる部分とか、あと二人で喋ってる時は英語やから旦那あんまり日本語よくわからないし、こう英語の字幕を二人で喋ってるところにつけたことがあるんですけど、だから英語に対して日本語の字幕をつけたことがあんねんけど、こうその時にやったっけ、ずっと見てくれてはる人やと思うんですけど、こうテレビに飛ばして見てるから、こう
字幕、なんか家事をしながら見てるからこう字幕が出るとこうなんか家事をしながら止めて見ないといけないから、こう旦那の喋ってるところは英語でわからないから字幕じゃなくて吹き替えにしてって言われたことがあって、なんかね普通のおばちゃんがこないしてこうちまちまとかななんていうの家庭内手工業でやってて字幕つけるのだって結構時間かかるし、なんかなんやろ、なんか見てる方ってねなんかだんだん麻痺してきて、それこそあのプロのやってるものとかをずっと見てくると、なんか普通の一般の人がただカメラ出してきてこうやって頑張ってこうちまちまとやってるのをなんかもっとちゃんとやれよみたいなのを言いたくなるんだと思うんですけど、なんか私はそれは違うと思っていて、なんかね YouTube って言うたらインスタグラムとかと一緒でこうプロの人もいるし、アマチュアっていうかその普通の人の普通の生活をなんかこうシェアしてるっていうのもあるし、うちはそれが面白いと思ってて、それで思ってるんですよ。普通に生活してたら知り合えることのない人とかなんか垣間見ることのない誰かの生活をちょっとだけなんか覗かしてもらってるみたいな感じでやってるから、なんか他の人のこう YouTube とか見ても気に入らんかったらその人の YouTube 見んくなるし、もうそれでええやんと思うねんけど、なんかなんやろ、たまにねこう結構言われたこととか、なんかその画面の向こうに普通の人がおって、それを頑張って作ってる人がおって、見る人にはそれを見ない自由っていうのがあるんですよっていうのをなんかみんな忘れてるんじゃないかなと最近ちょっと思うんですよね。でね、なんかその私ね、この間あかりさん、友達なんですけど、同じ YouTuber のあかりさんがいてはって、あかりさんと話をしてて、あかりさんがちょっとしたことがすごい気になって、ちょっとその時落ち込んではったんですよね。だから私はそんなん全然気にすることないって、って他の人には気にすることないってって言えるんですけど、いざ自分がなんか言われたり、それこそ低評価がいっぱいついたりしたり、あとね、私このスタイルでビデオを始めてから登録者数がね、過去28日間でなんか85人とか90人とか減ってるんですよね。で、それをやっぱり目の当たりにすると分かってはいるけど、なんかすごい落ち込むんですよね。自分への評価が下がったような気がして、分かる？何があかんかったんやろうとか、それも考えるし、なんかもう今日は本当に自分の見た目をどうって言われて、なんかもうビデオやめよっかなって思いました。なんかね、こういうことを言うとなんかこういう話をして、またなんか誰かに慰めてほしいから言ってんやろって思われるかもしれないんですけど、なんやろな、なんかコメントは閉じる予定はないんですよ、私は。なんでかっていうと、やっぱりすごい大部分の人は私のことが好きで、なんか誰かすっごい嬉しいこと言ってくれた人がコメントで言ってはって、なんかもうゆかりさんはなんかとりあえずビデオが出てたらそれでいいですみたいな、どんなんでもいいから見ますみたいなことを、まあ、言ってくれた人がいてはって、まあ、そこに甘えてどんな内容でもいいから出してもええっていう話にはならないんですけど、ただまあ見る側としてはこう結構作ってる側は一生懸命作ってるし、他の人の評価も気になるし、なんかガラスの心、この間あかりさんと電話しとって、もうガラスの心が傷ついてみたいな、あかりさんから LINE 来たわなんですけど、なんかガラスの心が傷ついてみたいな話をしてたんですけど、本当になんかもうなんかひどいこと言われたらもうやめようかなって思うところのなんかこう LINE みたいなのがあるんですよ。だからこうなんかその辺をもうちょっと分かってあげて、なんやろ、画面の向こうにいる人はもうインターネットのそれこそ2ちゃんとか5ちゃんとかの知らない人じゃなくって、本当にあなたからは顔が見えるわけじゃないですか。だからこう顔を出して頑張って YouTube をやってる人、弱小とか、なんかその登録者数が少ない人とか、そのすごい多いプロでやってはる人とかに関わらず、それを作ってる人は毎日何をこう伝えたらいいかなっていうのを考えて一生懸命コンテンツを作ってるんですよ。それは視聴者のなんかその何再生回数がなんか10回の人でも30回の人でも300万回毎回再生されるようなビデオを作ってる人でも、やっぱりそれはねみんな考えて一生懸命やってるんで、そこをちょっと見るときに次は考えてもらいたいなって思うんですよね。でね、英語のなんか何て言うか英語でこうなんかね、
ことが言えないんだったら If you have nothing good to say, say nothing. なんか何かいいことが言えないんであれば口をつぐんでいなさいみたいな、なんか言い方があるんですよ。なんかその結構悪口を言ったりとか、まあ、人になんかこう太ったねとか、その化粧変だよとか、なんかいろいろそういうことって結構おばちゃんって言うじゃないですか。おっちゃんでも言うか、なんか仕事してた時とか結構おっちゃんとか、なんかおお、お前太ったなとか、なんか二の腕太いな、ノースリーブ着んだよとか、普通に結構気軽に言う、なんかカルチャーがあるじゃないですか、日本って。なんですけど、なんかまあそういうんじゃなくて、こう、なんか、なんか、なんだろう、うまいこと言われへんねんけど、なんか言う前にちょっと止まって考えてほしいなって思うんですよね。その言った本人は本当になんかあの軽い気持ちで言ったとか、あなたのためを思ってってなってるかもしらんけど、その人は実は結構そのことについてなんかコンプレックスがあるかもしれないし、悩んでるかもしれないし、過去に嫌な思い出があるかもしれないし、だからこうなんかいいことを、なんやろ、うまいこと言われへんねんけど、別にね、あの、今回のコメントがどうとかじゃなくって、なんか、何か口を開くときに、なんかもしかしたらこれを言ってこの人がどう思うか、なんか傷つくかもしれないっていうのは、ちょっと考えてほしいなっていうのと、あとはまあ、あの、本当に画面の向こうにいるのは、生身の普通のその辺歩いてそうなおばちゃんとかおっちゃんとか、なんで、その辺はちょっと本当に分かってほしいなって思います。ね。なんですけど、どうしたのればどうしたでね、あの、あ、でね、あの、このちょっと暗い話ばっかりのもあれなんで、あの、ね、うちね、ずっと何ビデオを毎日やってきて、でね、昨日見たら、過去28日間の再生分数、なんかミニットですね、ミニットが、なんか1ミリオン100万分再生みたいなのになってて、なんか多分、うちそこのセクションほとんど見ないから、なんか多分もうちょっと前にもしかしたら1ミリオンになってたんかもしれないんですけど、こうやって毎日ビデオやって、なんか100万分地球のどこかで、この地球のどこかで喋った内容が誰か見たんやと思ったら、私すっごいちょっと昨日感動しました。なんかね、こう1万分って大体どれぐらいかって言ったらね、694日とかそんな感じ？なんかほぼ2年、1.9 年分のなんかその私の喋った内容を誰かが過去4週間に見たと思ったら、私なんか胸がドキドキキュンキュンして、何？みたいな。なんかすごい嬉しかったです。なんでね、なんか毎日ビデオをやってて、いいこともあるし、なんかちょっと辛いこともあるし、なんかね、でも今回は、あの、いつもやったらもうこういうのってなんか ここら辺にしまっといて、とりあえずなんか、元気になってから出直そうみたいな感じだったんですけど、なんか今日はちょっと今日はシェアしようかなと思いました。でもね、あの、そのコメントをした人はコメント自体は削除したみたいなんですけど、その別にそのコメントをした人を個人的になんかこう吊るし上げたいとか、こう攻撃したいとかじゃないんですよ。本当にその人は、あの、悪意があってやったことじゃないと思うし、なんかこう、ここもうちょっとこうしたら良くなるのにって思って多分言ってくれはったんやと思うんですよ。なんですけど、まあなんか人間の心って結構複雑ですからね。まあそのいろんな人がいてるし、なんかこうやって顔を出してすっぴんを晒して自分をありのままで出そうっていう、なんか自分的ななんていうの、チャレンジっていうのを、こう自分の心になんかこうチャレンジみたいなのをやってる途中なんで、だから私はもう今日はちょっと正直に、今日は元気ないんですっていうのを出して、まあ明日別のビデオ、なんか楽しいビデオやろうかなと思います。なんでね、あの、でも私は本当に、あの、別に元気ですよ。その、あの、元気出してとか大丈夫です。大丈夫です。なんですけど。まあそんな感じで、ちょっと今日ももうこの辺にしときます。なんかまとまりないですけど。なんで明日はまたちょっと楽しい内容のビデオっていうか、しょうもない内容で喋ろうと思うんで、またもしよかったら明日のビデオも見に来てください。はーい。じゃあまた皆さん明日のビデオでお会いしましょう。バイバーイ。